経語とは経により古代中国にもたらされ朝鮮半島に伝わった殺言楽器。古金属の楽器の始祖とも言われるため、モリンホール、ニコ、古久などを含むモンゴル、中国、朝鮮半島、日本の全ての伝統的殺言楽器の源とも言える。19世紀朝鮮のヘグム韓国の演奏家によるヘグム演奏中国東北部のシラムレン川の谷に、 住んでいたモンゴル、または吉丹に近い遊牧狩猟民族である、系によって作り出されたとされる。中国においては、唐の宮殿で使用されたのが、最初の登場で、当時は竹の棒を弓として引いていた。壮大になると、より改良され、馬の尾を用いた弓で引かれた。当時の系ごとは垂直に持たれ、2本の絹の弦があった。音楽理論家の陳陽が、 北宋時代の1105年に表した学書には外国の二弦の発言楽器として記述されている。中国の南館で使用される二弦、あるいはキルギスタンの音楽空で用いられるカイルカイ,イックという楽器は、敬語と,と類似した構造を持っている。1116年頃伝えられたという朝鮮半島の敬語とは中国の敬語とに由来し、非常に類似した形状をしている。 それは、棒状の首と木製の空洞の箱、2本の絹の弦で構成され、膝の上で垂直にして演奏する。俗に、剣剣意とも呼ばれる。小形琴とは、1960年代に現代的に改良された4弦の楽器で、北朝鮮などで使用されている。ありがとうございます。